大阪府内の店舗エスプス女子美術大学店、山崎ショップは山崎製パンとの契約による日本の小売店業態の店舗の名称である、同社の市場開発営業部が所管する。本校では山崎ショップの機能強化業態である山崎スペシャルパートナーショップについても説明する。しばしばフランチャイズ方式のコンビニエンスストアと 同様のものとして見られるが、主に個人経営の商店や、雑貨店、医療機関や、教育機関などの購買部が転換するための業態であり、山崎製パンという共通仕入れ先を持つ、いわゆるボランタリーチェーン方式の小売店である。山崎製パン本社では、コンビニ機能店として位置づけているが、山崎製パンの大規模コンビニ店舗を担っていた、デイリー山崎は、 2013年7月1日に山崎製パン本社と合併してデイリー山崎事業統括本部の管轄となって以降事実上デイリー山崎の小型サテライト店舗ブランドとなり一般的なコンビニエンスストアと異なり店舗の契約形態は比較的応用である建物や商品陳列方式もコンビニエンスストア形態の店舗が多いがオーナーによって 店舗の独自性が強い店があり、店舗の形態や品揃えは多様でもある。営業時間は毎日14時間以上とする条件があるが24時間、営業はオーナーに委ねており、立地条件や経営形態によっても異なる。午前5時から7時頃に開店して20時から24時頃に閉店する店舗が多く、月2回まで定休日を設けることが可能で、 毎週定休日を設けている店舗もある。家族経営を基本としており、都合に応じて臨時休業も可能である。多くのコンビニエンスストアチェーンはオーナーに専業を求めるが、山崎ショップは制限がなくオーナーの兼業も可能である。別業種の建物の一部を区分して山崎ショップを営む者や、学校や病院の購買部門などがそのまま、 山崎ショップに転換した事例も見られる。2006年には3975点存在したが、オーナーの後継者不足や不採算店舗等で、2018年に2852点と、次第に減少している。品揃えは、山崎製パンのパン製品、サンデリカなど系列デリカ工場が製造する弁当や、サンドイッチなどの、山崎クールデリカ食品、山崎ビスケット、 富士家、東波との菓子など全店舗で共通する。その他、雑誌、新聞、タバコ、種類なども扱うコンビニエンスストア相当の店舗の他に宅配便やクリーニングなどのサービスを取り継ぎ、食堂を併設し、独自に仕入れた生鮮食品などを販売する店舗も少なくない。手作りサンドイッチやファーストフードを提供するクック33。 焼きたてパンを提供する、シブスのシステムに別途契約し、山崎ショップ業態でなくこれらを単独で運営する、店舗も存在する。山崎製、パン系列のコンビニエンスストア業態である、デイリー山崎、ニュー山崎デイリーストアの取扱い全商品も、同ネットワークを利用し仕入れることが可能である。山崎ショップオリジナル商品として500。 ミリリットルペットボトル入りの茶やジュース類は100円程度の安価で販売され、山崎のドリンク自動販売機を設置している店舗もある。山崎ショップは店頭のレジスターと本部のホストコンピュータは連携しておらず、ポスや在庫管理のシステムは各店が独自に構築していることから公共料金の収納代行が可能な店舗は一部に限られ、電子マネーや 楽天エディも一部の店舗のみで利用可能である。商品の発注は専用の EOS 端末を使用する。店舗運営に関して本部である山崎製パンは基本的に介入しない分、デイリー山崎などのコンビニエンスストア業態と比較してオーナーの権限と責任はより大きくなる。他のコンビニエンスストアチェーンよりもロイヤリティや利きルイス量が低いこともあり。 住宅地や農村部など人通りや人口の少ない地帯にも数多く存在する。また、医療機関や教育機関の施設内に設置されている雑貨売店にも山崎ショップとして運営されているところが多い。上記の通りコンビニエンスストアよりも緩やかな契約であることから、コンビニエンスストアチェーンのフランチャイズ店舗などからの転換も多い。 特に同じ系列のデイリー山崎に移行が進んでいない山崎デイリーストアの店舗で店舗面積が比較的小さいあるいは郊外部にある店舗からの転換例もある。また地域にもよるが一部にはコンビニ本部が24時間営業しか事実上認めていないチェーンもある。そのため深夜帯の極端な不採算や周辺の道路事情の変化などの経営問題に 直面した場合、24時間営業をやめ経営規模を縮小しての存続の可能性を模索して、山崎ショップへと転換することも見られる。他社コンビニ及びデイリー山崎と最も大きく異なる点としては、仕入れにおいて本部的役割を果たす山崎製パンが各店のお客様サポートをほとんど受け付けていない点が挙げられる。 デイリー山崎や他社コンビニにおいては店舗における苦情、問い合わせも、本部にて電話、メール等での受付をしているが、山崎ショップはオーナーと契約しているだけの別会社店舗と位置づけているため、山崎ショップ及び山崎製パンの本部には、加盟受付に関する電話受付窓口案内がある。だけで、山崎ショップ店舗に関する苦情、問い合わせの総合窓口はない。また、通常なら、 コンビニのホームページに必ずある各店情報の案内さえもないため全国規模のコンビニチェーンでありながら消費者には他社コンビニやデイリー山マザキよりも知名度と評価が低く見られることがある。2020年7月現在デイリー山マザキニュー山マザキデイリーストアヤマザキデイリーストアは北海道、福井県、鳥取県、高知県、鹿児島県 沖縄県の以上6道県には店舗が置かれていないが、これらの地域でも沖縄県を除き、山崎ショップとしての店舗展開は行われている。過去には、愛媛県松山市にある、伊予鉄道の交通 IC カードである、ICE カードが使用できる店舗は、イショップという名で運営されていた。山崎スペシャルパートナーショップは、ポスレジ、ストアコントローラー、 携帯端末 SST を備えた店舗と本部、取引先を結ぶ高速通信ネットワークで単品情報を管理し、発注、検品、販売、在庫管理を一貫して行うトータル店舗システムを導入した機能強化店舗である。原則16時間営業で、トータル店舗システムの導入により、在庫発注管理、収納代行、電子マネーの提供や、 店内厨房で調理し焼きたてパンサンドイッチの提供、マルチコピー機サービス、宅配便等の取り扱いもできる。ATM などのコンビニエンスストア機能を付加する場合は、デイリー山マザキなどへ移行することを進めている。最盛期は、関東から九州まで約60店舗存在したが、現在は、ほとんどの店が閉店ないし、ニュー山マザキデイリーストアに転換しており、 数店舗しか存在しない。エスプスのロゴマークは山崎製パンに勤める女子美術大学の OG がデザインした。高野山内の店舗イショップ西イショップ西イショップ、カズサヤ山崎製パン株式会社イショップ事業部として日本ボランタリーチェーン協会に加盟している。医療機関や教育機関などの校内にある店舗はその施設に応じてそれ以上に短い営業時間の 場合もある。広島県の山陽自動車道の大谷サービスエリアのワイショップのように24時間営業している店舗も存在している。例としては、広島県東広島市にある東広島医療センターの中の売店や東京情報大学のキャンパス構内にあるコンビニが挙げられる。ありがとうございます。